この前ライブ来てくれましたよね。こんばんは、冷製パスタさん、食塩さん、こんばんは。見に来てくれてありがとうございます。上野ちゃんこんばんは、やっほー、みなちゃんこんばんは。冷製パスタさん、初見っぽい人です。確かに初見さん、ありがとうございます。ぽい人、ぽい人なんですか。冷製パスタさん、ありがとうございます。こんばんは、見に来てくれてありがとう。皆さんありがとうございます。はい、今日は滑り込み配信。そう、本当はもうちょっと早くから配信しようと思ってたんですけど、もう帰ってなんかすごい気圧かなで、めっちゃ頭痛すぎて薬飲んで、今薬がちょうど効いてきたので配信しております。ヤノンも大きくなったね。大きくなりました。もう19歳ですもうやー、10位に19歳です。野田ひなのてか、台場でライブお疲れちゃん、ありがとう。お台場で今日ライブでした。頑張ったよん。エビオ、野田ひなさん、こんばんは。今日も帰りですね、にっこり。エビオー、ヤッホン、ありがとう。こんばんは。匠、初見です。初見ですか？絶対違いますね。匠はいつも来てくれる匠なので初見じゃないですイエーイ。キアさん、今日ようやく君セル好きのユニドレンジャさんと初ガチできました。あー、ほんま、よかったよかった。お話しした？だから大丈夫大丈夫、今も薬飲んだからな、全然もう元気やで。大丈夫だよ、大丈夫やで。ありがとう。ちょっと前髪がキモい。さおとめさん、初見さん、初見です。ありがとうございます。こんばんは、見に来てくれてありがとう。いっちゃん、推しの卒業発表で焼け焼けしましたね。見た？え、なぎちゃんやろ？え、待って、見たよ、ヘアのも。やっけ、ざけ。うん。え、なんかさ、マジで最近さ、エイトメン卒業発表多ない？みんな卒業しちゃう。にゃんこ先生、この前のタイパーでハッチキありがとうね。ありがとうね。嬉しかったです。キミセレの曲好きって言ってくれて嬉しかった。また絶対会いに来てね。たくみ、ショールームは初見だ。ショールームは初見か。もうそっか。なんか、そっか、ミクチャとかでめっちゃ。来てくれてたもんね。ねえ、たくみ、ありがとう。かっちこんばんは。かっちー、やっほー。かっちー、こんばんは。羽高さん、こんばんは。羽高さん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。ともさん、ともさん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。いちゃん、8名の卒業発表すぎ。いや、マジで思った。いや、マジで卒業発表多い。びっくりだよ。マジでみんな卒業発表しちゃう。ねえ、もう卒業した女なんですけど、私もみんな卒業しちゃう、悲しい。アイス何食べてましたか？今日は抹茶アイスを食べました。サティワンでメンバーとサティワンに行ったんですけど、そう、なんかいつもは結構なんかコットンキャンディとかラブポーションサティワンとか甘いの食べるんですけど、なんか今日はすごく抹茶の気分だったので抹茶アイスを食べました。おいしい、おいしい。トモさん、7周年おめでとう。ありがとう。そう、今日は野田ひなのが中学校1年生12歳かなでデビューさせてもらっての8年目、7周年の8年目記念日です。ん、7周年の8年目記念日です。イエーイ。もうね、野田ひなのもね、12歳からスタートし、もう19歳になりましたね。え、皆さん本当にお姉さんになりましたよ、野田ひなのねえ、みんなありがとうね、本当に。これからもぜひ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 ずっとずっと好きでいてください。お願いします。8年目、7周年の8年目です。スクショタイムでしたよ今。みんなちゃんとスクショしましたか？キヤさん、前も卒業したいです、コンカフェのオタクを。なんで卒業したいんですか？矢野のオタクは絶対卒業しちゃダメですよトモさん、滑り込みね、マジで滑り込み。本当にもう早く薬聞け、早く薬聞け、早く薬聞けってもう神に祈りまくってなんとか良くなったので、よしよし、いけるーと思って、もう超特急で化粧を直し、超特急でスタートしました。ありがとうね、急遽始めたのに見に来てくれて。 BPM さん、こんばんは。7周年おめでとう。 BPM さん、ありがとう。こんばんは、ありがとう。
組8年前まだ14歳、8年前たえ14歳だっけ、あれ12歳じゃない、あれ12歳じゃないかな、多分12歳だと思う、中1、あれあの今19歳でしょ、7年前でしょ、ん8年前か、9引く、うん、12歳です。12歳でスタートいたしましたですよ。まちなんて大人ですね、お姉さん。そう、あたちね、実はね、こんなに切ってたんですけど、お姉さんなんですよ。カッチ、先日はお手数おかけしました。いや、全然。本当にね、カッチはね、いい子なのでね、気にしないでね、何も。悪くないよ、君は。君は悪くないよ。ねえねえ、今日のレインボーブリッジの写真も送ってくれたね。大勢さん7周年8年目でやってるね、7周年8年目。そう、なんかもうどっちがどっちか分かんなくなっちゃうから、周年ってなんだみたいな状態になって、でも去年に去年なんか皆さんに教えてもらったので、それをそのツイートをこう見つけて遡って、あっこっちが周年でこっちがそうだ、じゃあ今回は7周年の8年目だっていうのを思ってツイートした。にゃこ先生、周年おめでとう、ありがとう、周年です。いっちゃん大きくなったの、大きくなったよ、お部屋のお姉さんだよ、だってもう来年には20歳ですよ。どの部屋のが20歳だなんて考えられないぐらいすごくないか。小石小石くんさん、初見さんこんばんは。小石小石くんさん、見に来てくれてありがとう。たくみ、アイドル歴長くてびっくりしてる。なんかアイドル歴はでも、私途中高校生を普通にやってるんで、一回やめてるんで、アイドル歴になるのかな。アイドル歴は4年アイドル歴は4年で、芸能歴が8年になるのかな、わかんない、多分そんな感じ。トリーさん、こんばんは。こんばんは、トリーです。トリーですさんか。トリーですさん、見に来てくれてありがとう。ズッコさん、こんばんは。ズッコさん、見に来てくれてありがとう。チャチャさん、フォローしてくれてありがとう。皆さん、まだこのアカウントフォローしてないって方、ぜひぜひ、ポチッとなしてください。アッキーなのお疲れ様。アッキー、ヤッホー、見に来てくれてありがとう。アッキー。サオトメさん、初見さん、8年前、12歳で、そうなるし、あー、サオトメさん同い年なの、もうこれは仲良し。12歳です、嬉しいね、同い年だって。えいさくさん、こんばんは。えいさくさん、見に来てくれてありがとう。みんなありがとう。トモさん、この前の新宿のイベントありがとうね。ありがとうね。見に来てくれて嬉しかったね。皆さん本当に会いに来てくれて、いつもいつもありがとうございます。そう、今日もね、お台場でライブあったんですけど、皆さん見に来てくれた人本当にありがとうございます。ありがとうね。今日美女いいね。マジ本当に化粧さ、リップをさ、直してくれて、めちゃくちゃボロボロなんやけど。ほんま？チュ。嬉しい。ありがとう。カチ、7周年おめでとう、ありがとう。もう7周年だよ、やばいよ、わすごいよ、もう私だって19歳だよ。あにゃんこ先生さん、君線の札を会社の同僚かっこ男に見せたら絶対この子が可愛いと非難をさせたい。嬉しい。その人もうぜひ好きになってって言っといて、その方に。嬉しい、ありがとう。にゃんこ先生も、キミセレ来てください。ぜひキミセレ来てください。だって曲ハマったんでしょ。来てください、待ってますよ。です。ピックさん、7周年おめでとう、ありがとう。7周年の8年目、こちら8年目です。イエーイ。てかマジで本当に間に合ってよかったよ。もうなんかだって24時を過ぎてしまったら、それはもう違うじゃない、別の日じゃないですか。もうだから私は何としてでも、もう薬を聞いてください、薬を聞いてください、薬聞いてください、薬聞いてくださいみたいな、もう神に祈ってたの。もうそしたらなんと薬が早く聞いてくれて、45分にはスタートすることができて、15分前の滑り込みスタートを、
滑り込み成功みたいな感じの気持ちで、もう今もう喜び喜びみたいな。そうだから今薬効いたからめちゃくちゃ元気でしょ。もうさっきまでって、もうわーって、もうすごいね、頭痛くてね、もうねちょっとやっぱぼーってしてたんですけど、もう今もう元気、もう薬効いても元気みたいな感じの状態なんで、はい、皆さん元気なんやのちゃんとお話ししていきましょうそう、たまにね自分が何を言ってるか分かんなくなる時があるんですけど、まあ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 ノリと勢いで話していきたいと思います。やっぱり人生ね勢いが大事なのでね。はい、あーちゃんさんこんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとう。今日がアイドル人生スタートの日って話、エビオ。そうね、今日のそう、今日6月25日の8年前かな、8年前に野良ひなのがこうね中学1年生で、もうこうやってもうビクビクしながらステージに緊張しながら立って、あとが旅ですにってもう震えながらやってた日の話です。本当にね、もうね、あの時はもう本当にもう緊張しすぎて、もうえみたいな、おい緊張するみたいな、もう気持ちでもう本当にあーみたいな戸惑ってたの。すごく緊張してたんですよ。そう。でもね、もう今は一応ね、安心安定なんていうの、なんだろう、緊張もするんですけど、もちろん緊張は毎回しますよ。するんですけど、めちゃくちゃ緊張することはちょっとなくなりました。あ、成瀬さん、頑張ったのくす玉、ありがとう。パカーン。成瀬さん、ありがとう。くす玉。ありがとう、ダルセさん、ありがとう。キヨさん、お大事になさってくださいね。そう、でももう本当に薬飲んでもう元気になった、ありがとう、心配してくれて。そう、本当に治ってください、治ってください、治ってください、治ってくださいって、もうなんかもう神に祈りながら、あの目にホットタイルを置いて薬飲んで、こうやってお願いしますってしてたにゃんこ先生、君それもっと行きたい、基本週末しか行けないけど遠征なのでね、嬉しい、行きたいって思ってくれるその気持ちがもう最高に嬉しい、ありがとう本当に、あーラブ、ありがとうね本当に、待ってるねデスピグさん、鈴鹿のコンサートぶりにひなの見に行きたいと思ってます。あー嬉しい、待ってます、絶対来てください、絶対来てください。もうね絶対もっかいなのかな好きにさせますよそう、楽しかったなって思ってもらえるように頑張るので、ぜひぜひ会いに来てくださいブランクはどのぐらい、中1からスタートして中3で AKB 卒業して、高1から高3は、JK して、去年にデビューしたので3年やって、3年空いてスタート、キミセルスタート的な感じかも。だよ。てかめ2週間空いてないから、そろそろライブ来たね、来て待ってるよ。でもすごいね、新幹線とかで来るの大変だと思うけど、いつも来てくれてありがとうね。ハチネさん、千葉公園そう、千葉ツアーでお披露目させてもらったんですよ。ハート型ウイルスにやられてしまう。唾が反対側に入りかけて、ちょっと涙が出かけました。やられてしまったみたい、どんな注射も効かないわです。ウェッとか言っちゃった、ごめんいっちゃん、その時の経験が役に立ってるのね。そう、立ってると思う、とっても。本当に、でも私マジでもう、あの時はもう本当に全然踊れなかったし、本当に何もできなかったので、もう今はもうちょっとがマシには慣れてるのかなと思います。15分経ったよ通知が来たってことは、もう24時過ぎたってこと？っていうことは、じゃあもう7周年ギリギリ滑り込み配信じゃなくて、7周年過ぎちゃったよ配信になるってこと？ポポポポポ。
たくや、ひなのが無理するなら、ひなのの背中守ってあげるよ。守ってくれるの？ありがとう。絶対守ってね。絶対守ってね。ありがとう。八レンチさん、チラチラ初見さん見に来てくれてありがとう。ありがとう。八レンチ、八レンチ、ありがとう。見に来てくれてありがとう。キヤさん、日付変わって明日ひなのちゃんに会えると思うと楽しみで、今日は仕事集中できないかもしれません。そっか、思うんだ。27日、あさって、もう明日だ、明日。会える。嬉しい。待ってますね。ひなのが見つけて爆レスするので、楽しみにしててください。たくみ、次は3年以上でお願いします。もち、もちもちもち。いや、頑張るよ、本当に。もう気見せれ。頑張ります。頑張るよ。だからずっと応援しててね。だってアイドルのプランクは3年半ぐらいですよね。そっか。またそっか、キミセレもそうだね、確かに途中からだもんね、1年の、うん、確かに10月からか、確かに3年半です。ブランク3年半ってことさ。エビオ、ブランク3年はアイドルやりたいなとかこのグループいいなっていうのはあった？なかった。え、マジでなくて、でも本当にアイドルをひなのはやろうと思ってなかったのさ。もう卒業したらもうアイドル人生終了みたいな、芸能人生は終了ですぐらいで思ってたのよ。思ってたの。楽しかった、やりきったみたいな、もう終了だみたいな、もうここからは普通にデケしていこうみたいな感じで思ってたんですけど、うん、そう、高校のね、高3の進路で悩んでる時にそう声かけてもらって、おー、やっぱりやろっかなみたいなって思って。でもやるってことはやっぱなんだかんだやりたかったんだと思うんですよ。そう、私のね卒業の理由もね、まあ、高校とそう病気のことがあったので、うん、そうなんです。うん、だからね、なんだかんだね、もうやりきった、やり残したことはないみたいな、もうアイドル人生悔いないと思ってたんですけど、うん、なんだかんだあったのかもでも今始めてよかったなって本当思ってます。むせたなって、そう、むせた反対側のなんかさ、喉ってさ、こうさ、あの食べ物が張っていく道と空気が張ってる道あるやん。本当に空気が張っていく道になんか唾とか言ったら、汚いな、ほんまごめんがちょっと入りかけて、緊急事態みたいな、うわーみたいなっていう感じガッチャさん、こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとう。あ、 BPM さん、花束ありがとうございます。花束、お花、BPM さんありがとう。花束ありがとう。20より過ぎてますね。なるさん、あ、みんなですねとか言ってくれてる。ということは、じゃあテロップを滑り込み配信じゃなくて、あー、なんて書こうかな。アイドル人生8年目と1日配信。ん？ 1 日配信だとおかしいのか？わかんないぞ。難しい。もうじゃあ、もう野田ひなのですって書く。わかんなくなってきちゃった。野田ひなのです、こんばんはと。野田ひなのです、こんばんはって単語を私よく使ってる気がする。好きなのかな？まあ、いっか。めぐみのさん、ちら、7周年おめでとう。めぐみのさん、ありがとう。ちら、ちらちら。見に来てくれてありがとう。たくみ、ひなのはラグビーだって。そうね、ラグビーを着ます。ラグビーの、そう、27日の定期公演なんですけど、今回部活とセレンディピティってことで、そう、部活をテーマにした定期公演をやるので、私はね、高校生でラグビー部のマネージャーやってたので、ラグビーの格好をしようと思います。お楽しみに。でしでし、爆レス来たら他の子を見ますね。恥ずかしいので、なんで、もうじゃあレスできないじゃないか、そんなこと言うなら見ちゃ、部屋のちゃんと見てください。前の野田ひなのルーム使わなくなったの。そう、なんか前の野田ひなのルームあったんですけど、なんかこっちを使ってほしいとのことで、こっちを使っております。なのでこっちフォローしてフォローしてください、お願いします。ありがとうね、アッキー。確かにひなのは爆裂してくれるよね。ひなのマジで、そう、知ってる人見つけたら絶対爆裂するよ。だからひなの推しは特に爆裂するよ。加工が外れるの怖。爆裂するよ。
にゃんこ先生絶対アイドル向いてると思う、体調だけは気をつけて。ありがとう。アイドル向いてるかな。なんか私アイドル絶対自分向いてないと思ってたんですけど、なんかそうやって言ってもらえて嬉しいです。ん向いてる。嬉しい、ありがとう。エビオ、話やな、お金あげよう、ありがとう。話お金、エビオありがとう。エビオありがとう。たこや深い話だ、いい話だ。いい話、いい話か、確かにいい話や。キヤさん、今日メイドの推しだった子に会う機会があって、明日はひなのちゃんに会えるとか、2日連続で見え感じられるの幸せです。じゃあね、もっともっとね、27日会って幸せにしてあげますよ。嬉しい、幸せって言ってくれて嬉しい。しのさん、しのーこんばんは。あ、そうだ、この前ね、あのしのさんじゃなくてしのでいいよって言ってくれたから、しのって呼ぶね。しのーこんばんは。たくみユニフォーム着るってこと？そう、なんかあのさ、なんかな、あのひとみさんがなんかモテるらしくて貸してくれるらしいの。楽しみに、お楽しみに。はやぶささんこんばんは。はやぶささん久しぶり、こんばんは、見に来てくれてありがとう。きよさん、ひなのちゃんしか見ません。あんた絶対やで。ありがとう。八連地さん、前のルームフリーバックだったもんね。そう、なんかもう君せで、ね、今そう、今君とセレンディピティっていうグループで、アイドルグループで活動させてもらってるんですけど、もうなんかそれでみんなで統一で作っちゃうので、そっちでやろうみたいな感じになったので、そっち使って、こっち使ってます。キヤさん、アイドルしっかり、ユニドレンジャーもそうですが、あのレスくれるときに目を見開く子が好きです。じゃあめっちゃ見開こう、じゃあめっちゃ見開こう。たくみ、定期タイム行くので爆裂してください。任せろ任せろ任せろ。最前なんでしょ、前なんでしょ、あれ違う、なんか載せてなかった、見つけるね、爆裂しちゃうよ。たくや、なんでもポジティブになれる日なの。そうね、ポジティブがね、やっぱりね、大事なので。そう、私ね、あのめちゃくちゃね、ずっとポジティブな方だとは思います。そうね、うん、でもね、すごいね、心配性なんで私。そう、はい、荷物持ったかな、これ大丈夫かなとかめっちゃ思っちゃうタイプでも、めっちゃポジティブみたいな。やっぱりね、人生はポジティブな方がね、楽しいですしね。明るく楽しく元気にが野田ひなののモットー的な感じです。やっぱり楽しいのが一緒、一緒って言っちゃった。やっぱ楽しい方がね、自分もお話ししてる相手もいいと思うので、イエーイ。 FWDYG3 さん、初見さんこんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとう、ありがとう。はやぶささん、来月初の最後のお話しか似てくる、会ってくる、あ絶対行って。そうね、あの私のね、同期のね、宇多田はつかちゃんが7月20日に卒業してしまうので、皆さんぜひぜひ最後会いに行ってください、会いに行ってください。宇多田はつかちゃんです。私はずっと LINE してます。いいでしょう、もうね、毎日のように LINE しております。今日もね、 LINE しております。そうね、今日ね、おだいりちゃんとも会話してるの。いいでしょ。いいでしょ。だからね、最善なのバレてた、なんか載せてたなって思って、会っててよかった。しの、俺もポジティブです。やっぱポジティブしか勝たん。なんだこの小指、勝たんってしようと思ったらなんか小指が出た、勝たんってしたかったの。まあそういう時もあるよね。キヤさん、心配性のひなちゃん魅力的ですね。なんか本当に、なんか私本当に忘れ物とかが怖くて、なんかもうカバンの中にも財布貼ってるし、これ何もあの忘れ物ないかなみたいな、今日の持ち物は今日はライブだからとか、もうめっちゃ物脳内で考えちゃうの。そう、そういうところちょっと心配性。でもね、うん、そういう人間なんです私。そう、本当にね、野田ひなのはね、本当に優柔不断でもあり頑固でもあるので、もうね、ちょっとね、まあこんな人間なんですけど、どうぞよろしく。そうだね、さすがひなのだ、偉いよ。嬉しい、ありがとう、偉いって、嬉しい。いっちゃん、人生は一度きり楽しんだもん勝ち。そうよ、マジで人生は一度きりなので本当に楽しんだもん勝ち。もうだからみんな楽しんでいこう、楽しんで生きていこう。やっぱりね、本当に
笑顔が大事、幸せなら手を叩こう、タンタンという感じで本当に楽しんでいきましょう。うん、いきましょう。キョンさん、キョンバンは、キョンバンは、キョンさん見に来てくれてありがとう。モモキョンさんありがとう。エビオ、僕この前野生の野田ひなのさん見ました、にっこり。ローションでゴミ捨ててくるとか言ってましたね。気まずいって、なんで声をさ、そういうのさ、なんかさ手振ってくれたりしないの、もうさ気まずいでしょ。なんか野生の野田ひなの野生の野田ひなの発見した時は、あ、草むらから野生の野田ひなのが飛び出してきた、攻撃しますかみたいなのを一人で喋ってください。わかった？次はそうやって言ってね。しかもなかなか大きな声で叫んでね。約束だよ。みさ、さん、20と同い年なの？20日が1個上。20日は1個上です。学年が1個上かな？ひな、わかる。わかう。わかう。ハビさん、僕は不安しようかな。でもわかる、めっちゃさ、なんかあれ持ったかなとか不安になるもんね。わかる。でもしっかりしてるってことだから、いいことだと私は思ってます。うん。たくみ、ひなの普通に惹かれる。マジ、もっと惹かれてくれてもいいんだよ。惹かれてくれてもいいんだよ。ノーバイさん、改めておめでとうさん、レモンサワー家で飲みつつ、あー、ノーバイちゃん、ノーバイちゃん、この前卓球来てくれたね、ありがとう。レモンサワー飲んでるの、おいしい。私はあと1年、今は19歳で、今は6月でしょ、もう7月か、だから8、9、10、11、12、12、あと7ヶ月で野田ひなのも20歳なので、お酒を解禁、気になる、ありがとう。ナイスさん、僕、前日の晩は心配で持ち物チェックするのですが、当日になって忘れてよく忘れ物します。いや、わかるよ、本当に本当に忘れ物怖い時ってさ、でも前日の晩で持ち物チェックするのがマジで偉すぎ。しっかりしてるね、すごい、さすが。私は当日のギリギリにやっちゃうタイプ。偉いね、晩にちゃんとチェックするの天才だ。早瀬さん、優柔不断で頑固なのは僕全く同じなんですけど、マジ？じゃあもうイコール双子ってこと？いやでもマジでわかる、本当に優柔不断で頑固すぎる。そう、なんかもうメニューとかも一生一生悩んでるし、コンビニとか行ってももう30分ぐらいで入れる気持ちで、もう全然本当にもうずっともう何にしようみたいな感じでなるけど、でも頑固のとこめっちゃ頑固なんですよ。にゃんこ先生、野生のアイドルに声はかけられないのよ。あ、そういうもんなん、そういうもんなんか、そこそこ。いやー、野田ひなの見つけたらわーって言って、わーって言って、わーって、やもんだーって言ってください。そしたら野田ひなのがなんか言ってるなと思ってみるので、なんか言ってるなって、わかった？やってね、そうやって、なんかおもろいから。けいさん、わいは知ってるアイドルとか婚活嬢見かけたら会釈してどっか行くようにしても、そうなん、なんかみんなそんなもんな、私全然気にしいひんからさ、おーやっほーってなるタイプ。やっほーみたいな。ヘビさん、言い忘れてた、僕とハッチョ同い年なの。あ、そうなん、じゃあ1個上やな、ひなのの1個上や。あ、そうか、なんかさ大学の話みたいななんかしてへんかったっけ、ハヤブサさんって、前のショールームで。そっか、だから20日と同い年なんか、1個上ですね。えよ、野生の他のメンバーもいたので、知らんぷりして通り過ぎました。おお、あれ、いつだ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 。でもね、あのね、野生のね、あのね、ファンの方をね見ることもねたまにあるんですよ、私たちも。あ、いたーって、知ってる人いるみたいなあるんですよ。じゃあではね、みんなね気づかずね、意外とねさって行っちゃったりする。早瀬さん、最初やっぱりほろ酔いにした。あ、なんかさ、
あれあれあのなんか美味しいんでしょ、なんかそれ聞いたよパパに。なんかあれは甘いみたいな、甘いお酒だみたいな感じで聞いた。美味しいん？ヒアノンのお酒解禁配信とか言ってほしい、にゃんこ先生。え、ちょっと気になる。え、やりたいな。でもなんかそう、なんかさ、でもさ、あの我が家でさ一人で飲んでさ倒れたらどうしようとかめっちゃ思うんやけど、めっちゃ怖ない？だからちょっと実家に帰りたいな。一回実家に帰って、あの二十歳になったので、じゃあお酒を飲みます、もし倒れてもママとパパがいるので大丈夫みたいな状況がいいな。だって怖ない？なんかいっちゃん、ひなのの二十歳はシャンパンでお祝いして、え、そう、シャンパンってさ、あのさポーンのさ、あのさなんかアイドルとかでさやっとるやつのさ、お酒が入ったバージョンのやつ、ちょっとさ、え、気になる気になる気になる。え、シャンパンは美味しいの？リュウス？で、あのさ、ヤノがさ、あの飲ませてさもらったさ、お酒が入ってないさノンアルのさやつみたいなののさ、ジュースが入っとる、ジュース、お酒が入っとるみたいなバージョンってことやろ？うん、もうよかしいね。しの、最初ひなのみたいな方が14歳でもう20歳か、早いな。ね、早いよ、本当に早いよ、早いよ早いよ早いよ、もう今もう19歳、もうちょっとで20歳。でもありがとね、もう6年もひなの見てくれてて、これからも見てね。早瀬さん、だから優柔不断なのを解決するためにこれ食べるから今度来た時にこれを食べようにする、これを食べようとするようにする。えらいえらい、え、もうえらい。なんかさ、なんかさ、でもお店とか行ったらさ、ひなのなんかさ、あのこれが好きすぎてこれを頼んじゃうみたいな、なんか結構決まっとったりするからさ、なんか挑戦できやん場合もあるんやな。わかる？この気持ち、この気持ち分かってくれる人。たくみいつも可愛いけど今日特に可愛い。え、ほんま？え、嬉しい。え、サイドポニーやからとかある？え、嬉しい、ありがとう。え、めっちゃ嬉しいんやけど、ありがとう。成瀬さん、視力が良くなるで芸能人とすれ違ってもあまり気づかないです。確かにさ、成瀬さんさ、ひなのとさ、あのさすれ違ったことあるけど気づいてへんだよもんな。なんか言ってなかったっけ、その話。エビオ、その日はなんか卓球しました、楽しかった。その日な、その日な、秋山奈々さんとさコンビニにゴミ捨てに行った日やろ。そう、あのコンビニでミルクティー買って飲んで、そう、集合早く来ちゃったから、でそのままじゃあもう一度捨てに行った日や。その日ですね、卓球の日です。卓球のだ、そう、みんなで卓球したんですけど、野田ひなの卓球が下手すぎてびっくりしました。そう、高校の授業で卓球やってたんですけど、私はそう、あのドクターストップで体育をしてなかったので、そう、なんかね、あ、でもあのちょっとあの先生が見てない隙に友達とチャッてやったことあるんですけど、その時にもうなんか1回ぐらい打ってめちゃくちゃ下手やった記憶があって、でもまあその時はたまたまだろうって思ってたんですけど、やっぱり下手でした。私の運動神経が悪いのがみんなにバレた瞬間でした。バレちゃった。バレちゃった、バレちゃった。キヤさん、ワイ、イニドル大会の時に探されてたのでバレないようにします。そう、だからさ、なんか行くって言ったところさ、どこにおんねやろ、どこにおんねやろってさ、上からさ、探してたんやけどさ、おらひんかったからさ、わからんかったからさ、うーんって思ってたの。いっちゃん、ほろ酔いはジュースみたいな、モノってことが。ジュースね。でも、お酒、アルコール貼っとるってことやろ？こうよー。でもやなな、あれがいいな、なんかさ、あのコーラとかさ、ライフガードみたいなやつがいい。コーラとかライフガードとか、あのなんかさ、オロナミン C とか、そういう味がジュースやとな。お酒は分からん。だってなんか怖いやん、倒れそうじゃない。そう、なんかさ、あのさ、ママがな、お酒を一滴も飲めやんのよ。一滴でも飲んだら倒れるらしいので、パパはお酒を飲めるらしいの。だから私はどっちに似るかで、そう、だからめちゃくちゃお酒が飲めるか一滴でも飲んだら倒れるかの人間になる気がして、だからあの
初めてお酒を飲む日はママとパパが隣にいる時がいいなと思ってるんだけどさ、でもそんな頻繁に三重に帰れないから、でもメンバーに一緒にいてもらおうかな。七日菜の初お酒の時はそう誰かに見守っててもらわないと怖い。めっちゃ慎重に飲酒スライド、だってさ怖いじゃないですか、本当に本当に怖いやん。たくみ最後にスクショタイムください、任せろ。じゃあ今スクショタイムするから皆さんぜひ撮って、てかさ本当にさ私今思ってんけどさ、服本当に本当に可愛い服着たらよかった、ごめん許して。まあとりあえずスクショタイム、あ8年目なので8にしよう。取れたかな、取れた人はみんな絶対にツイッターに載せてください、メンションしてください、メンションタグ付けしてください。シャンパン美味しいよいっちゃん、シャンパン美味しいのか、シャンパンでもあれポンってやつやろ、二十歳になったら飲んでみたいです。平野ひかるさんのお酒飲みながら配信がお酒強すぎて怖いです。ひかお酒飲みながら配信しとった、お酒ってさなんかさ強い弱いってさ本当にさもうさ一生もんなんやろ、だって怖いな。平野もちょっと強いのがいいな、なんかだって楽しそうやから。エビオシャンパンは安ければ安いほど美味しいよ、あそうなん、なんかさお肉とかやったらさ高ければ高いほど美味しいやん、安ければ安いほど美味しいってあるの、そんなことある、ほよよよよ難しいね。花丸さんこんばんは、7周年、花丸さんやっほー、7周年ありがとう、これからもよろしくね花丸さん、ありがとう。メンバーサーさん、初見さん、んなんだこの顔マジ。メンバーサーさんありがとう、見に来てくれてありがとう、メンバーさんありがとう。サイドポニー最高です、サイドポニーかわいい。ありがとう。だからあえてメンションしない、なんでだよメンションしてよ。メンションしてよ。一滴もダメかどうかは肌にアルコールのパッチテストで分かると思います。やろうかなそれ。気になるな。それは肌にアルコールを消毒液とかでいいってこと？消毒液。でもさ、ひなのさ普通にさお店に入る時とかにあるさ消毒液振ってさこうやってさってやるやん。でもそれさそんなあれでさ普通やったで。ん？それとはまた違うってこと？よう分からんな。お酒は飲み続けるとマジで強くなる、飲むのやめるとすぐ弱くなる。ん？変わるってこと？体質的なのが？難しいな。大人って大変ですね。でも気になる。だってさなんかさよくあるやん、なんかさ ビールで乾杯みたいな、お疲れごっごっごみたいなさ、そういうさなんかあるやん、なんかお酒のなんかイメージみたいな、ビールで乾杯みたいなのちょっとねしてみたい。でもパパがなビールはな苦いって言っとったからさ、ちょっと私苦いの好きじゃないからさ、だって苦いって言ったらゴーヤとかみたいな感じってことやろ、苦いって私苦いの嫌やねんと思ったら、ビールはダメなのかなとかもいろいろ考えて、本当にあと7ヶ月こう楽しみにしてる、ワクワク。
メンマスターさん、5月のセンクラで見てチェキ取ったピンクシャツ着て、マジ？マジ？マジ？じゃあ見に来てくれてありがとう、久しぶりだ。メンマスターさん、メンマスター、メンマスター、メマサ、メマサ、なんか名前はちょっと聞き覚えるかも。ピンクシャツ、ピンクシャツ、ピンクシャツ、待って、ピンクシャツか、ピンクシャツか、その時のチェキさ載せてくれん、一回一回載せてタグ付けしてくれん、ちょっとさ見て思い出したい、思い出したいよそれ。花村さん祝勝できた、やった。急な可愛い顔やめてください。サイドポニー評判いいよね、マジで評判いい、嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい、本当にさ、なんかみんなさ褒めてくれてめっちゃ嬉しいよな。ニカニカ、猫さん、ビキとジョンさん、こんばんは。ジョンさん、ヤッホー、見に来てくれてありがとう。カッチ、そういえばロック画面のスクショ見せたの、見せた。カッチがな、あのうちらをな、あのロック画面にしてくれとるんやって、ほら見てって言ってひなこに見せて、ハンマやって言って嬉しいっていうのを二人で話しとったよね、この前二人で焼肉行った日に。勝手にな、あのな、自慢した、自慢、自慢、嬉しいなっていうお話をしとった。ビールは最初の一口は勢いで飲むからさほど苦くないよ、勢いでこう、あの溜めるってこと、勢いをつけるってこと、ん、あ、勢いで飲む、なんかゴッゴッゴみたいなってことか、ほうほう、勢いで苦さが変わんの、つか、あ、キヨさん、ビールは疲れた時に飲むとすごく美味しく感じます、ほう、難しいな、うん、難しいです。あと7年後、ひなのはビールが好きっていうのか嫌っていうのかどっちなんだろう。楽しみだな。夕日、ヤッホー、ヤッホー、夕日、ヤッホー、見に来てくれてありがとう。ハヤブサさん、今日のご昼ご飯はグミで、自分でもびっくりした、グミしか食べてないの、グミしか食べてないの、それはもうお腹が空いちゃう、ちゃんと夜食べた、ちゃんとご飯食べよ、食べましょう、ご飯はやっぱりね体も心も幸せにするので、やっぱりね、食べることは生きることにつながります。何を言ってるんだという感じですが、皆さんご飯は食べましょう。ビオ、ビールは最初は絶対まずってなると思います、にっこり、苦い、二度と飲まないってだるけど、これも慣れたら美味しくなる、慣れたら、じゃあ、あの、まず、まずって思いながら飲み続けるってこと、すごいね、え、どういうこと、え、マジでまず、まずいなと思いながら飲まなあかんってことで、慣れたら美味しいってこと、何それ、嫌や、最初から美味しいんがいい。でもみんななんか結構そう、なんかおじいちゃんもビールを飲んでたので大人気なんですね、うん、カッチ恥ずかしい。でもほんま嬉しい、ありがとうカッチ、これからもね、ぜひあの録画面は変えずに、あのままずっとずっと残しておいてください、約束。ナイスさん、年を取ると苦味が美味しくなるんです、感じるんですよ、ほうほう、私甘いのがいいな。キヤさん、ひなちゃんずっとカシオレとかカルーアミルク飲んでてほしいです、あ、あのアイドルで作ったことあるよ、作ったことあるよ、それあれは美味しいの、なんかな、でもなんかさ、カシオレってさオレンジジュース入れるやつやろ、カルーアミルクは作ったことないかな、分からんけど、でもミルクってことは甘いってこと、甘いの、甘いのはいいね、甘いのは。メンマスターさん、乗せるのか、そう、今から乗せてヒアノをメンションして、ヒアノの記憶を呼び戻して、呼び戻してお願いします、ツイッターに載せてください、でメンションしてください、そして私がいいねして記憶をこう呼び戻したいので、いい？いい？載せて、ハヤブサさん、逆に夜はカップ焼きそばは2個も食べた、小さいの、あ、2個あったら全然平気、2個やろ、ちっちゃいの2個やろ、もうそんなんな、1個やから大丈夫大丈夫、2個やろ、ちっちゃいの2個やろ、平気平気平気、てかさ、もうグミしか食べてへんのやったら、そんだけで逆に足りる？大丈夫？
いっぱい食べよご飯。明日はたくさん食べてね。年を重ねると味覚が変わるのよ。ほう、そういうもんなのかね。難しいな。うん、なのなんかさあ、でもな、あのな、めっちゃちっちゃい頃は、ん、私さ食べ物は大体食べられるんよ。苦手なものほとんどないんやけど、納豆だけが本当に食べれへんくて。でもなんか幼稚園のもう年、幼稚園、年長さん分からんけど、幼稚園の時はなんか納豆をな、あいひーって食べてたらしいんよ。でもなんか小学生ぐらいから納豆を断固拒否し始めたらしくて、味覚のが変わったってこと、そういうことかな、そういう話、そういうのの進化バージョンみたいなって話かな。エース VS さん、こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとう。エビをレバーが年取ったら美味しく食べられるようになる感覚かな。なんかさ、レバーって私さ、その食べたことないんやけどさ、レバーも分からへん。まだ野田部屋のには未知の食べ物がたくさんある。パクチーとかもさ、なんかさ、あのさ、癖強いって聞くけどさ、野田部屋のまださ、あのさ、いただいたことないよな。うん、いろいろ、うん、食べたことないものが多いかも。いちゃん、最近実験がないのが寂しいです。え、本当に、え、なんかな、そう、うちらもさ、この前さ、なんか出勤をしようみたいな話をなしょってんけど、なんかあかんらしくて、今なんかよくわからないけど、そう、なんか今、うん、なんか出勤はみたいな感じで言われた。難しいね。大人に言われました。難しいです。そう、難しい。どうなんだろうね。でもなんか実験好きなんだよ。実験好きなんです、私。こうやってなんかいろいろ混ぜて、でもみんなはヒャノがどんだけ混ぜて、なんかあんまり美味しくなさそうなドリンクを作っても飲んでくれるので嬉しいです。ヒャノの実験に付き合ってくれるのは本当にね、もうね、みんなに優しい、本当にありがとう。ナルセさん、カルーミルクはコーヒーリキュールに牛乳、あ、イコールコーヒー牛乳ってこと？コーヒー牛乳のお酒バージョンってこと？え、そんなんさ、絶対美味しいやんか。だってコーヒー牛乳やろ。私コーヒー牛乳めっちゃ好きやで。だってさ、あのな、三重に大内山牛乳っていうな、あの牛乳屋さんがあるんやけどな、そこのな、コーヒー牛乳がめっちゃ美味しいの。え、マジでめっちゃ美味しいの。だからマジでみんな三重来たら飲んでみてほしい。マジで美味しいから。しの、俺も納豆嫌い。ナルセさん、納豆は断固拒否で問題ないです。本当に納豆はちょっとね、あのね、うん、頑張って、そう、なんか苦手なものを克服したいって思うんですけど、そう、納豆だけはなかなか厳しくて、そう、なんかね、一時期私サーモンも食べたことなかったんですよ。でも一回食べてみてすごく美味しかったですし、ね、山菜とかイカとかタコとかも一時期というか本当食べられなかったんですけど、そう、なんか食べられるようになりたいなと思って、好き嫌いをなくしたくて、なんとか食べられるようになりました。本当に納豆だけはちょっと結構ってなんだって感じなんですけど、結構厳しいなみたいな。そう、他はね、食べられるように頑張ったんですけど、難しいですね。難しいってなんだ。え、うせやろ、レバー食べたことないなんて、松坂屋氏に失礼だ。マジ、そんな美味しいん。え、そんな美味しい、マジ、ちょっと気になるな。お肉大好き。私ね、お肉大好きなんですよ、本当に。もうお肉すごい好きなんですよ。もうカルビと牛タンと白米があれば生きていけると思ってます。あ、でもあと餃子とラーメンも生きていけるのに必要ですね。あ、私あと豚汁も好きなんですよね。だから豚汁も必要ですしね。それがあれば生きていけます。いや、マジで私お米がすごく好きなんです。お米に合う食べ物がめっちゃ好き。だお先生、
俺は昔納豆嫌いだったけど今は大好きで好みは変わるよね。ね、好みって変わるんですね。野田ひなのもここから何か今すごく大好きなものが食べられなくなるかもしれないってことですよね。だから美味しいと感じるうちに大量に食べておこうと思います。パクチーならアイドルの明治通りの向かいにあるカオマンガイ過去台風チキンライスのお店がおすすめ。カオマンガイってさなんかさあのさ鶏肉がさ乗ったやつやんな。あれ美味しいん？食べたことないかも。気になる。おすすめってことはちょっと気になるな。食べようかな。今度行こうっと。大工小僧さんこんばんは。こんばんは。見に来てくれてありがとう。ネギシが家の隣にできてるし。ネギシってすごく美味しいですよね。え、マジで牛タンって天才的に美味しくないですか？私牛タンすごく好きなんですよ。牛タンはあの薄っぺらいのも好きなんですけど熱いのも好きです。両方好きです。牛タンもマジで世界で一番美味しいと思う。あでもやっぱカルビが多い。うん、でも両方好き。あでもホルモンも結構好きです。でもホルモンはなんかあの美味しいホルモンじゃないと食べれへんかも。あのなんかさあのさ何やろ硬いのがさ苦手。なんか美味しいやつあるやん。なんかそれが好き。エビをカルビよりロースハラミだわってなる日がいつか来るよ。え、マジ？え、カルビが世界一じゃない？え、でも分かるよ。でもロース、私この前ロース食べたんですけど、ロース、この前あのひなこと行った時じゃない時に、この前でもないな、だいぶ前やな。だいぶ前にロース食べたんですよ。だいたい私いつも牛タンとあのカルビばっか食べてる人間なんですけど、ロースを前に食べた時になんかおろしかな、おろしポン酢で食べたんですよ。もうすごく美味しかった。だからロースも美味しいなと思いました。お肉大好き。メンマさん一応あげといたわ。えらいよ、いい子です。ありがとうメンマさん、ありがとう。じゃあこの配信終わったら見に行こうな。ありがとう。皆さんも野田ひなののこと載せるときとかツイートするときはぜひぜひメンションしてくれると嬉しいな。そうなんかな、みんなのさツイートさ見に行っていいねしたいなって思うんやけどさ、そうなんかさ見れへんやつとかさある、あの見切れやんやつかなと、日本語当たるやつとかもあると思うからさ、ぜひぜひそうメンションしてくれたら確実に見れるからさ、ぜひぜひメンションしてほしいな、ほしいな。猫3匹とジョンさん肉食、肉食、もう私お肉が大好きなんで、もお魚も好きなんですよ。お魚はな鮭の塩焼きとサバのあのサバの味噌煮がめっちゃ好き。他のお魚も好きなんですよ。干物とかもめっちゃ好きですし、サンマも好きですし、なんかね何好きかな、いろ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 好き。お魚もめっちゃ好き。お刺身とかもすごく好き。お寿司も好き。めちゃくちゃいろいろ好きです。私はねお寿司だとタイとかヒラメとか白身系が好きです。でもウニが好き。ウニとサーモンも好き。あとエビアボカドが好き。お寿司はそれが好きです。ハイブサさん牛タンも一応ホルモンだけどね。え、牛タンってホルモンなんですか？そうなん、え、だってさなんかさホルモンってさなんかさあのさあれやミノとかさあ上ミノも好き。なんかさそういうさなんかさ感じじゃないの？タンもなん、なんかさあれやなんかメニュー屋さん、メニュー焼肉屋さんって時にメニューでさタンカルビロースハラミホルモンの中になんかいろいろ書いてあるみたいな感じだからさ、牛タンもホルモン、あホルモンなんや。なんかくくり一緒なんやな、違うと思ってた。そうなんよ。初知り。1個学んだ。1個賢くなった。キヨさん、昔牛タン屋さんでバイトしてて、まかないで牛タン食べすぎて今は苦手です。待って、え、牛タン屋さんでバイトしたら、まかないで牛タンが食べられるんですか？え、そんなの私、バイトしたいです。バイトさせてください、そんなの。え、美味しそう、いいな。私、大好きなの、牛タン。いいな。おろしポン酢略しておろポン、おろしポン酢、おろしポン酢好き。さっぱり食べられて好きです。あ、たくやおぐりゆい、富士のココハオシさん、ひなの結婚しよう、ひなの結婚しような、絶対結婚しような。ありがとう。あき、ロースもお店によって味が全然違うから。え、ロースって味違うんですか？
味が違うとかある？なんかさあの普通のロース、上ロース、特上ロースとかの違いじゃなくて普通にお店によって違うってこと？難しい。なんだそれは難しい。なんだ、なんか世間がひなのの知らないことでいっぱいだ。なんだ難しいな。うんもうとか言ったいける。キアさん、画像上げるときは掲載未許可で大丈夫ですか？あ、なんかすっごいブッサイクとか言っちゃいいのかな、すっごいなんかさ、あのまあ私の画面がブッサイクやなとか、うわやばってやつ以外は全然載せてください。え、なんだこのブサイクはっていうのはちょっと載せないでほしいけどえ、なんか普通になんか要素上げのやついっぱいいっぱい載せてください。もうガンガン載せてください。でもメーションしてね。そしてなんかひななん大好きとか書いてくれるとさらに喜ぶよ、さらに喜ぶよさらに喜んじゃうよ。いっちゃん、カルビも好きだけどホルモンと小袋とか砂肝が特に好きになった。何小袋って？なんかそれも焼肉の部位ってこと？砂肝はな、なんかママがなあの好きでめっちゃ食べとった。部屋のは食べたことないけど美味しいん？ちょっと気になるな。砂肝は聞いたことあるぞ。食いしん坊だ。そうだ、私はよく食べる食いしん坊です。食べることがすごく好きなんですよ。食べることがやっぱりねすごく好き。食べることの同じこと2回言ってたとにかく好きなんですよ。かち、昨日おばあちゃんの好きそいで精肉屋さんに行った、買い物に行ったひなこ号で。おお、いいな。やっぱりお肉屋さんのお肉ってめっちゃ美味しくないですか？もうやっぱお肉屋さんのお肉が世界で一番美味しいと思う。でなんかスーパーのお肉とかも美味しいんですよ。もちろん美味しいんですけど、お肉屋さんのお肉はさらに美味しく感じる。いいな。なんかお肉屋さんとかにあるさ、コロッケとかめっちゃ好きなよな。なんかさ、三重県のなお肉屋さんのあのなコロッケがなめっちゃ美味しいんよ。揚げたてで揚げてくれるのめっちゃ美味しいんよ。なんて店やったかな、うわなんて店やったかな、覚えておけばよかった。うわ待って、今な待って、また今度思い出したら言うわ。めっちゃ美味しいんよ。マジで美味しいんよ。マジでお肉屋さんのコロッケとかメンチカツほど美味しいものはない。めっちゃ美味しい。エビアボカド、急にスシローな感じ。そう、好きなんですよ私エビアボカド好きなんです。めっちゃ好き。そう、確かになんかスシローとかはま寿司とか、くら寿司とかいろいろ行きます。特にどこのなんかスシローじゃないとやだとかいうなんかのこだわりはないんです。なんかいろんなお店に行きます。近くにあったお店に行きます。スシロー、はま寿司、くら寿司、魚べとかかな。あれ忘れてるのあるかな。お寿司は買い行けますか？行けます。ホタテとかさ、あとあれやろ、つぶ貝とかやろ、食べられるよ。そう、私ね、そう、貝もお寿司での貝も好きなんですけど、バーベキューの時に焼く貝めっちゃ好きなんですよね。すごく好き。仙台いただきに牛タン食べたな。うわ、牛タン食べたくなってきた。みんながさ、そんなご飯の話するからさ、今日メンバーとな、あのな、海賊のお店、そう、海賊のお店に行ったん今日。なんか海賊のご飯屋さんに行って、そう、部屋の今日パスタ食べたんやけど、もうすごい美味しくてお腹いっぱいやったのに、みんながちょっと食べ物の話するからちょっと食べたくなってきちゃった。食べないけどね、我慢するけどちょっと食べたくなってきた。今日な、あのお店が海賊屋さんみたいな、海賊のお店やったんな。そう、みんなで5人でご飯行ったんですけど、で、ヒアノとミオとテンはパスタ頼んで、ルイとナナはパエリア頼んどって、まあ、みんなであのサラダとかは結構したんですけど、一緒に食べたんですけど、すごい美味しかったですよ。海賊やった。なんかな、あのお店の方も海賊の服着とってな、なんか店内もすごい海賊船みたいな中でな、すごい海賊やった。だから海賊になった気分でした。私今だから海賊かもしれない。みんなのハートを盗む海賊になっちゃったって感じですね。はい、ネゴ3匹とジャンさん、中華か。わ、中華も私めっちゃ好きなんですね。中華はあれが好きです。餃子はもちろんのこと、小籠包
とあとエビマヨエビチリは両方悩むんですけど、あの迷うんですけど、毎回ね両方大好きすぎて、なんか今日はこっちみたいな感じで決めてる。でもあと麻婆豆腐もめっちゃ好きです。あとね酢豚も好き。あとね何が好きかな、何が好きかな、でもいろいろ好きです。おいしい中華は本当に好き。小籠包が、餃子が好き、天津かなが好き。めっちゃおいしい。おじになると牛タンとハラミなのよね。カルビ重い。え、マジでカルビはマジで美味しいよ。みんなそう、カルビそうなん、そうなんか、カルビそうなんか、そうなのか。ひなのもじゃあいつかカルビが食べられないってなる時が来るのかもしれない。だからその日までに私はカルビを食べます。たくさんたくさんたくさん食べますいや野田ひなのさんキッズだからね、知らないことはしょうがないよね。知らないこと多いのはしょうがないよね。いや部屋のでももう19歳なんで、でもキッズじゃないです。でも甘やかしてほしいのでキッズですキッズですうっさいくのひなのなんて存在しないのよ。なんでやねん、それは絶対にもう部屋のにフィルターかかっとるまあそう思っといてくださいありがとう。小袋とか砂肝はコリコリして美味しいのよ。ほー、なんか食感がいい系ってことやな。ちょっと気になる、食べてみようかな。くら寿司はガチャガチャができる。びっくらぽんやろ、びっくらぽんやろ、めっちゃ好きめっちゃ好きめっちゃ好き、楽しい。メンバーで行った時な、びっくらぽんな、当たるかな、みんな当たれ当たれ当たれみたいな感じでいいのってな、全然当たらんかったベビースターさん、初見さん、こんばんは、こんばんは、見に来てくれてありがとう。ベビースターってさ、知っとる、三重県のやつねんで。知っとった、あのな、三重に工事あんねんで。許可たまずってことは、私の山田教科推しということですか。私のとか言ったよ。私の大好きな山田教科推しですか。あなたは最高です。メンバーで一番食べるの誰だろう。ミオがやっぱりもう、めちゃくちゃ食べますね。なんか私ね、結構自分では食べる方だと思ってたんですよ。結構食べる方だと思ってたんですけど、でも桜井美代に出会って、こんなにもすごい食べられるのかと。私は自分がすごく食べられると思ってたのに全然食べられない、なんだと思ってすごくびっくりした。めちゃくちゃそう、めちゃくちゃ食べる、めちゃくちゃすごく食べますね、美代さんは。そう、でもうちのメンバー本当にもうみんな結構大食いなので、その中でもやっぱミオが飛び抜けてるんですけど、めちゃくちゃみんなメンバーご飯食べます。だから食べることがすごく好きなので、みんなでご飯行ったりとかそういうのすごく楽しいです。麻婆豆腐は美味しい。いやマジで美味しいよ、マジで大好き、麻婆豆腐大好き。ホイコロホイコロ、私ホイコロすごい好きなんですよ。すごくすごくすごく好き。成瀬さん、そうそれです、天才。ヒアノがホイコロが好きなのが分かってる、さすが。カッチ、あと5時間後に起きるので嬉しみなさい。あーそっか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 、ありがとうね、見てくれて。おやすみ、ヒアノの夢を見ましょうありがとうね、朝早く起きるのにありがとう、見てくれて。タモ推しなのか、いやもうめちゃくちゃ可愛い。そう、私はあのそうひなこと京香と福留とめちゃくちゃ仲良くて、4人で遊んだりもします。仲良しなんですよ。もう可愛くて可愛くて、みんな可愛くてね、一緒にいるとねすごくね、もう本当にみんないい子たちですし、楽しくてね、幸せ空間です。食べる女性も魅力的ですで、ひですでですで、魅力的ですか海賊の店調べたら、我々が食べた中華屋の横の横だった。似合いすぎる。マジ、じゃあ、これもセレンディピティってことだねあ、そうか、なんかさ中華食べてまったもんな。美味しかった、いいな、中華も食べたくなってきた。でもこの前な、ナナさんと中華食べたんや、美味しかったで。今日みんななんか小籠包みたいなの食べてなかった、いいな、美味しそう。
かさ、すごい急にないけどさ、とんかつ食べたい。食べへんけどな、さすがに夜なんで。なんか今急にすごくとんかつが食べたい気分になりました。なんでなんだろう、最近食べてへんからかな。食べたい、好きなんですよね揚げ物。本当に食べることがもうすべての中で一番好きです。小籠包美味しかった、いいな、美味しそう。小籠包は熱いから攻撃的ですけど、美味しすぎて食べちゃいますよね。わかりますよその気持ち。キヤさん、最近ラーメンばっか食べてます。いやマジでラーメン美味しい、ラーメン大好き。ラーメンはあの、ね、豚骨ラーメンとかももちろん好きなんですけど、私家系ラーメンがめっちゃ好きなんですよ。なぜかってご飯と合うからめちゃくちゃ美味しい。ニンニクをたっぷり入れて食べるのがすごく好きです。美味しい。絶対小籠包の方が海賊のご飯より美味しかった。マジ？いいな小籠包、いいな、美味しそう。でも海賊のご飯もな美味しかったよね。そう、また今度そこ行こうかな。おすすめ？アッキー、群馬に美味しいとんかつ屋さんあるね。マジ？いいな、とんかつ。でも群馬まで行くの遠い。でもいいな、群馬行った時じゃあそこ行くわ。教えて、また写真送ってな。皆さんぜひぜひ美味しそうなご飯屋さんの写真とか、のだひなのにツイッターで送ってください。お願いします。家系は正義、玉ねぎが卓上にある店がいい。いやマジで家系は美味しい、いや本当に美味しい、いやマジで美味しい。玉ねぎはマジで天才的、マジで美味しいよ、本当に美味しいよ、マジで大好きだよ。本当に家系ラーメンはマジで美味しい、いやマジで天才的に美味しい。まあ、あの海苔とご飯を一緒に食べるのがマジで美味しいんですよね。絶対に私はうずらの卵が好きなので、うずらの卵をトッピングします。普通のラーメンだったら絶対に煮卵、味玉を追加するんですけど、もう家系ラーメンの時も絶対にうずらがいい。絶対にうずら、うずらしか勝たん。夕食の時間帯だったら並んでました。あ、並んでたんよ。おい、マジ大人気コンテンツってこと。皆さん、家系ラーメンのカレーラーメン食べて締めにチーズご飯みたいなの入れたら至高でした。あ、リゾットになるってことでしょ。天才だよ、絶対美味しい。その店はどこですか。私もそれ食べたいです、気になります。皆さんぜひ送ってください。もう美味しそう、もうみんなお腹空かせに来ないで。自分がこんなに食べ物の話で幸せそうに語ってるのに、お腹空いてきたらみんなのせいにするっていう、すごく最低な野郎で死んじゃったとか言っちゃった。よくないよくない、いひひ。家系は海苔増ししちゃう、スープに浸してご飯と食べるの中毒性やばい。いやマジでわかる、中毒性マジでやばい。いや本当にさ、なんかさ、最後にさ、あのご飯と汁でさ、前にな家系ラーメン食べた時に汁まで全部しっかり簡易して、麺もちゃんと完食して、ご飯も全部食べてっていうね、なかなかすごい量を食してしまった。この前にすごく美味しかったです、すごく美味しかったです、とても幸せでした、とても美味しかったです。次の日の顔面は少々むくみましたが、すごく美味しかったです。お腹減ってきた、この前の朝ボイスは目覚ましアラームにしろよ花丸さん。マジ？嬉しい、おはようございますって。そう、しかもな、あれな、ピピ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 って自分でな、アラームをなやったんやで。アラームっぽいやつでな、あのな、やってみた。ありがとう、アラームにしてくれて、嬉しい。その店は多摩地方の方にしかないんですよ。大和やってんですけど、行きたいよ、美味しそうだよ。だってカレーでしょ、カレーとラーメンってさ、もう両方美味しいものじゃないか。でもその美味しいものがラーメンになってるってことでしょ。もうそれだけでも美味しいのに、それにご飯とチーズを入れてリゾットになるってことでしょ。天才の組み合わせじゃないか。美味しそう。この時間からカルビは良くないよ、油まみれだよ。いや本当に良くないよ、次の日の顔がパンパンになってしまうよ。だから私をもう食べさせないでください。ん、私をお腹空かさせないでください。でも本当に食べないですよ、私はいい子なので。家系は麺食べた後にスープにご飯投入ですよね。いやマジわかるよ、マジわかるよ、食べちゃうんだよ、わかるよマジで。
たくみご飯まで行かずにラーメンだけで満足しちゃう。いやわかる、なんかさそこまでお腹空いてなかったらさ、なんかラーメンだけでもなんかめっちゃ満腹になるんやけど、だって結構重いやんあれ、油とかしっかり張っとるし。そうでもめっちゃお腹空いてた時とかやったらもう欲しい欲しいみたいな、もう依存しちゃう、ククククとか言ってウケる。なんかさ最近な自分のな喋り方でなカーって言っちゃうのがさ本当にさ、もうなんかびっくりしてる。なんかさもう本当にみんなに言われて、今日もなルイにも言われたんやけどさ、なんかさそのカーってなんやねんみたいなめっちゃ言われるんやけど、すごいさ口癖なんかな、なんか私本当に口癖がめちゃくちゃなんか変わる人で、もうすごいブームが来ちゃうのかな多分。なんか一回それを言ったらそればっかり言っとるわけ。なんか今のなんか口癖かな、なんか誰かに何か言われた時にカーって言ってから喋り始めるちゃうのね。もうなんかもう口からスラスラ出てくるのカーが、怖ない？そう自分でもなあのなちょっと気をつけたいなとは思っとんねんけど、だからじゃあメンバーが何々やんなって言ったらカーマジで何々やなーみたいな、みたいな、って感じやん。そんなもうさ自分でもさ後々考えたらさ何やねんかってって感じで思うやん。なんやその時はな出ちゃうの、だから気をつけようとは思ってるので気をつけますねカーって何やねんって感じじゃない、ほんまで。みんな部屋の甘やかしすぎちゃう、部屋のは何しても可愛いから大丈夫でしょ、カーって言ってる部屋のちゃんも好きですよ、うん、どんな部屋でもタクヤはついていくよ、今度特典会でカーって言ってくれた。みんな部屋のこと甘やかしすぎじゃないですか。それでいいです、最高です、皆さん天才ですよ。私は甘やかされたいタイプの人間なので皆さん甘やかしてください。いいよ今度特典会でカーって言うね。あのでも私のもしブームがカーブームが終わってるかもしれない、カーブームがじゃあ終わる前に会いに来てください。そうカーブームが終わって次は何のなんか何の口癖になるか分かんないんですけど、本当に私一回言い続けたらそればっか言っちゃうんですよ。うん、なんでなんだろう、まあ、ハマりやすいタイプの人間ってことですね。でもすぐ変わるので、ヒアナのカーブームの時に来てください。じゃあエビよカー分かるよ、前世がカラスなんだもんね。そうそうなのよ、前世カラスで、そうだからなんか前世の血が騒いじゃって急に言い出しちゃうの。仕方ないよね、だって空が飛べちゃうんだもん。あいたたたあいたたたたたたた、まあねそういうこともあるということで、まあ野田ひなのはこんな人間なんですけどね、皆さんが、まあ、皆様が甘やかしてくれるおかげですくすくと成長しております、ありがたき。推しは甘やかすのが当たり前です。あ、嬉しい、甘やかしてください、野田ひなのとっても嬉しいです。今かゆい気持ち、ニコニコという気持ちです。ねえねえねえ、今みんな何時ですか、時間を教えてくれると嬉しいな。明日はあのレッスンがあって、それの後にレッスンがあって、私はそれの前にまつげに行くんです、まつげパーマに行くんですよ。だから早起きするからちょっと今日は早く終わろうかなと思って。1時、え1時、1時マジ、え待って、私1時間やっとったってこと、嘘やろ、私まだ30分ぐらいの気持ちやっていける、1時わえ1時なかなかびっくり、え、ガチ1時やばない、え、マジすごいじゃん、すごいね、すごいってなんだって感じだけど、え、びっくり、え、マジで本当にまださ、だって11時45分から始めたやん、やからまあ行っとっても12時半ぐらいやろうとか思っとったんの、へーみたいな、びっくり、体感5分、いやマジでそう、いやマジでビビるって。え、じゃあ15分になったらランキング読んで配信終わろうかなと思うので、じゃあ15分後にまた教えてください、お願いします、みんなありがとう。ひなのいい子だからさ、ほらいい子は寝る時間とか、ひなのはいい子だから寝ないとって言ってくれてるから、
あ、じゃああと15分配信してねんねんします。だからみんなもピアノの配信見終わったらねんねんしてください。マチパなんて可愛い顔がもっと可愛くなっちゃうじゃないか、けしからん。うん、嬉しい。エビアが可愛いとこ言ってくれた。どうしたのエビア、嬉しい。優しいね、いつもそんなさ可愛いとか言わないじゃないか。だから嬉しい、ありがとう。なんかな、今生まつげがな、これな、今見てほしいんやけどな、ちょっと髪の毛がボサボサなんか丸わかりやな、ごめん。なんかまつげがな、そんな上がってへんやろ今。ほら見える、結構下がってるんでちょっと上げようと思います。見えたかな、見えた、見えるかな。めっちゃ髪ボサボサやな、ごめん。そんなにな、ちょっと結構下がってるんで、少々ちょっと上げに行こうかなと思ってます。とんかつ送っておいた、あき天才、天才だよ。私がとんかつを見て幸せな気持ちになれるからありがとう、送ってくれて。まつげの毛だと結構下がっとるやろ、これな、マスカラしてこの状態やからさ、結構下がってるな思ってさ、そうそう、ガイそろそろ上げに行こうかなと思って。多分インスタライブ始まりそう、わかるよ、配信終わってから始まるインスタライブ。今日はちゃんと寝ます、今日、マジで今日は振りとかじゃなくて、もうだって明日早起きなんだもん。明日が早起きじゃなくて、まつげ行かなくてレッスンだけだったらインスタライブをすると思って、しようと思ってたんですけど、明日まつげがあるのだから起きれなかったら嫌だから寝ます。本当に私寝坊しちゃいそうで怖いので寝ます。ちゃんと部屋のはいい子なので、本当にね、いつもねショールーム終わったらインスタライブをやろうとね思う、やろうだってさ、うん大丈夫かのだひなの思ってるんですけど、今日はねんねします。そうね、フルじゃないもんね、明日早いもんね、にっこり。いやなんだよね、そうやで、ほんまで今日はフルじゃないで、ほんまでやで、いや今日はマジでフルじゃないの、今日は。そう、いつもは結構フルな時もあるけど今日はマジでフルじゃない。この前はまあちょっとね、あのバイバイとか言っときながらインスタライブ始めたよ。まあね、そういう時もあるんですけど、今回はねんねします。なんでかって、偉いから、偉いから、なんだそれは。やな、いい子なのでねんねしなきゃいけない、シンデレラだから。まあそういうこともあるということでね、はーい。みんなこんな人間なのにありがとうね、優しくしてくれてありがとう、とっても嬉しいよ。チュッチュッ。これふと思ったんですが、決めされてプレゼントどこまで OK なんですか。え、食べ物はダメだ、うん、食べ物がダメだと思う。うん、なんか食べ物はちょ、なんか前よかったんですけど、なんかもうあのじゃあみんな一定で食べ物はなしにしようみたいな感じになって、食べ物なしダメらしいです。食べ物以外だったらいいのかな、多分。食べ物はダメって言ってた。多分。そんな気分屋なひなのちゃんも素敵だな。気分屋さん。本当にもうなんかもうこんなへにょへにょした人間なんですけど、みんなが褒めてくれるおかげで、まだひなのはすくすくと成長しております。ありがとう。でもね、こんなね、ヘボヘボなね、もうなんかもう、ボヨボヨボキョボヨボヨな野田ひなのさんなんですけどね、一応しっかりしてるとこもあるんですよ。ふふだってね、野田ひなのね、台本がね、台本覚えなきゃ。びっくりびっくり、今思い出した、皆さんありがとう。あさっての定期公演の台本を覚えようとね思ってたんですよ。そうだそうだ、台本覚えましょう。忘れてました。忘れてたわけじゃないの。今この配信で頭が抜けてたんですけど、覚えます。そう、あのね、台本もね、野田ひなのあれです。結構覚えることが多い。ちゃんと回し担当してるんですよ。意外と野田ひなのちゃんと回しております。偉い。と
意外とねちゃんとね覚えてるんだよ。そう、このおかげで台本を覚えなきゃいけないということを思い出したので、皆さんありがとう、私を思い出させてくれて。これが終わったらお風呂に入って寝る前に台本を覚えて早く寝ます。ひひ、偉いってありがとうみんなみんな偉いって褒めてくれた、優しいね。褒めて伸ばそう野田ひなの、褒めて伸ばそう野田ひなの本当に、いやなんかさ、いやあの覚えなあかんなっていうのは思ってたんですよ。でもな、でもな、ちゃうのおはんのな、配信のな、配信するときに一回頭から抜けちゃっただけなんやからちゃうんやでみんなでもちょっとな一瞬抜けちゃったから、でも覚えることを思い出したので、これでちゃんと27日覚えて、え27日ちゃんと喋られます。だから来てくれる人はちゃんとひなのが喋れてるなとか覚えたんだなって思ってください。そうね、あの全部が台本って決まってるわけじゃないんですけどね、流れとかね、あの これはここを言うとかはね、あのあるので、それを覚えていきます。2個、今回はなんだ、部活なので、ちょっとね変わったキミシェレメンバーちゃんたちを見れると思うのでお楽しみです。野田ひなのはラグビーで、ナナさんが野球、るいちゃんがゴルフ、テンがチア、ミオがシークレットだよ、だよだよだからすごくみんなね、いつもと違っていつもも可愛いんですけど、もうさらにいつもと違って可愛いので、ぜひぜひ楽しみにしててください。そうね、もううちのメンバーはねみんな可愛いので、でもいつも可愛いのに本当に普段とちょっと違う格好でさらに素敵になるので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。喋れなかったら特典会詰めますね詰めんといて、じゃあ詰められへんように頑張るじゃあ巧みに詰められないように一生懸命覚えます、頑張るぞなんか今日のひなのちゃん大人っぽい感じの淡いだけですか、マジマジ大人っぽいひなの、あれじゃない、このさ服が黒やからちゃう、この服な、あのな見てみて、トラちゃんやねん、トラの服やねん、めっちゃパジャマ、バチバチパジャマというか部屋着ですね、バチバチ部屋着です。そう、今日ちゃんと可愛い私服着とってんけどな、うん、帰ってちょっと私服しんどいな、ちょっと部屋着に行こうかなって思って部屋着です、みんな許してね同じ部活に行ったら速攻で好きになる自信あるにゃんこ先生、マジマジ、同じ部活にいたらって何ですか、今でも好きになってくれていいんですよ今でも好きになってくれていいんですよ全然、あもう好きですか、ありがとう、一人で喋っちゃった喋れたら褒めます、本当、じゃあ頑張ってマジで覚えるから褒めてな、大丈夫、ひなのならできるから、頑張るマジで、応援してみんな部屋着のひなのちゃんマリだな、マジでもう全肯定してくれる、もう優しすぎ、みなさんみんなありがとう、ほんまパジャマミオ生誕 T シャツやる、あミオ生誕 T シャツも着てる、めちゃくちゃパジャマとして着てます、だからあのそこに今かかってます、洗濯した服たちがかかってるんですけど、あのミオ生誕 T もそこにかかってます、僕静香さんのファンです、よろしくお願いします、静香さんね今回もね来てくださるのだから、ぜひぜひ楽しみにしててねね、面白いよな静香さん、そう私たちのね定期公演でいつもね企画とかで進行してくださる方がいらっしゃるんですけど、静香さんで、ね、サミットクラブさんの静香さんです、すごくねすごく面白い方なので
そちらもまだ定期来たことないよって方、ぜひぜひ楽しみにしててください。私たちのね、企画の進行をしてくださる方です。今回の企画は何になるのでしょうか。ワクワク、平気でも可愛いね、ありがとう。そう、今日はまだちゃんとねライブがあったので化粧してるので、まだ偉い。本当に私ね、もうね、もうね、躊躇なくすっぴんで配信を、そう、この前のミクチャとかも躊躇なくすっぴんで配信をしちゃったので、もうね、今日はでもちゃんと化粧してるので偉いです。自分で言うな。しきなみあゆすかさん、初見さん、はじめまして。はじめまして、見に来てくれてありがとうございます。君セレンの野田ひなのです、ありがとう。静香さん、足がとても綺麗だったのでさすがだなと思いました。ユニドルの MC で、え、思った、あのさ、この前のユニドルさんのさ MC でさ、MC というかあのの時にさ、すごいショートパンツ、ショートパンツというかあの膝ぐらいのさあのパンツ履いてらっしゃったよな。ほんと足綺麗やなと思ってたんやろ。てか、ひなのラブが届いてるといいけどな。届いてるよ、ラブ届いてるよ、ありがとう。エビは眠くなってきた。わかうよ、わかうよ、わかうよ。でもあともうちょっとでひなのの配信が終わるから、それ見てから寝てね。いい？いいよ、ありがとう。本当に野田ひなの一人で喋っちゃうんですよね。まあそういう時もあるよね、そういうことで。こんな感じの人間を続けていこうと思います。まあ、続けていこうというか、まあこんな感じの人間なので、こんな感じの人間として生きていこうと思います、私は。本当にもう私、うん、ちゃんとしようとは思ってるんですよ。本当になんか変な人間って私的にはすごくまともな人間だと思うんですけど、めっちゃみんなに変って言われるんで、ちょっと直そうかなと思っております。そう、ひなことか福留とかにもめっちゃさ、京花とかにもさ、遊んでる時とかにもさ、うん、ひなのは変わってるな、変だなってめっちゃ言われるんですけど、もうすごい私的にはあなたたちのが変わってるよってめっちゃ言うんですけど、うん、正常ですよね、正常ですよね。はい、正常だと思って私は生きていこうと思います。でもちょっと最近言われるのがめちゃくちゃ多いので、そう、毛利さんにもめっちゃ言われるんよ、ひなの。だからちょっとね、正常な人間になれるように頑張ります。正常なんですけどね、さらにね、ひひ。僕はひなのさんのこと、キミセラの中で5番以内に好きです。あ、よかったです。野田ひなのさんのこと5番に好きですじゃなくて、5番以内って言ってくれたから、何位かどうかわからないってことですよね。何位かどうかわからないってことですもんね。そうですよね。あ、よかったです。5番目に好きですって言われたのかと思って、えー、そんな順位つけないでとか思ったら、5番以内ということで、ね、何位かどうかわからないということですもんね。ありがとうございます。もしかしたらね、1位かもしれない。それはない、よし、1位かもしれないということもね、はい、まあ思って生きていこうと思います。圧倒的に違う。可愛ければ何でもいいです。ほんと何でもじゃあよしって思って。キヨさん、ひなちゃんまともだと思ってますけど、 Y が押す子って基本変な子しか押さないので、もしかしたらじゃあ私変ってこと。いや、そんなことないよ。私はその中でも、あのキヨさんの推しの中でもすごくまともな人かもしれない。あ、そう、皆さんがあの変ってわけじゃないですよ。でも本当に私はまともかもしれないだよ。ひなこは一番変わってると思う。いや、本当にそうなんよ、本当にそうなんよな、変わってるよな、ひなこ。そうやから、そう、ひなこ変わってるやん。やから、そのひなこに言われたのが、え、なぜって思ったのさ。そう、だから私は正常な人間だと思って生きていこうと思います。ひなちゃんも変なのか変な子なのかもしれません。変な子、変な子、変な子ですか私。そんなことないよ、そんなことないよという声が聞こえてきたので大丈夫だと思います。あ、皆さんありがとう、時間を教えてくれた、ありがとうございます。そろそろじゃあね、読んでいこうかな、ランキング。時間なんて気にするな、2時までいけるよ。うわ、体育会系めっちゃおもろいや。体育会系ってなんかおもろい。時間なんて気にするな、2時までいけるよ。
めちゃくちゃ体育会系でおもろい。でもね、今日はねちょっとね読んでいこうと思います。そんなことないよ、カタカナなんなんでやねん。なんでカタカナやねん。じゃあちょっとランキングを読んでいこうと思います。13位からですね。皆さん行きますよ、ランキング行きますよ、行きますよ、ランキング読んでいきます。13位、カメさんありがとうございます。12位、たくみありがとうございます。11位、にゃんこ先生ありがとうございます。10位、高一ありがとうございます。9位、たくやありがとうございます。8位、記録むしさんありがとうございます。7位、たくやありがとうございます。6位、 BPM さんありがとうございます。5位、エビオありがとうございます。4位、キヨさんありがとうございます。3位、バイク小僧さんありがとうございます。2位、いっちゃんありがとうございます。そして1位、なるせさんありがとうございます。イエーイ、皆さんありがとう、みんなありがとうございます。ね、こんなねすごく急にね、急に始めたんですけど、見てくれて嬉しかったです。そしてね、あの日付を超えた瞬間も一緒にやれましたね。嬉しかったです。ということでね、本当に今日ね7周年、今日というかもう昨日なんですけど、7周年、8年目の野田ひなのもこれからもよろしくお願いします。皆さん一生一生好きでいてくれよな。もっともっとさらに好きになってください。ということで今日はありがとうございました。明日はまつげをして可愛くさら可愛くなった野田ひなのお楽しみに。ということで、じゃあ今日もありがとうね、おやすみなさい。あ、そうだ、今日は野田ひなので締めて、明日の朝野田ひなののおはようツイートで目覚めて、もう野田ひなののおやすみから野田ひなののおはよう、なんて言ったらいいんだから、野田ひなののおやすみを聞いて寝て、野田ひなののおはようを聞いて起きてください。ということで、おやすみなさい、ありがとうございました。ゆっくり寝てねん。じゃあねん、見てくれてありがとう、バイチョ。